ボンちゃんに当たってる YouTube の動画があったんだよ。スーパーダイヤモンド、まだ勝てるぞあのボンちゃんに。梅ちゃんと戦ってる動画出てきた。しかも俺一番強え時期、明日豪気来るけど5の豪気強え。うわー惜しい。てかさ、ちょっとみんな聞いてよ。俺さ YouTube でさ、俺が5の時のダルシムで、しかもダイヤモンドでボンちゃんに当たってる YouTube の動画があったんだよ。ちょっと俺今日それみんなで見たいなって思ってさ、俺がまだマスターにも行ってない頃のダルシムをちょっとみんなで見ないか。これほら、これ俺見て、スーパーダイヤモンド、まだこれ俺まだ YouTuber とかやってない頃の俺だからね。これクソ懐かしい。ほらコパ対空ばっかやってんだよ俺。これ潰されてんだよ。昔のダルシムマジで強いからな。もうドリルがマジで強い。ほらもうドリルが最強なんだよねマジで。そう、ミスるたびに自分の頭を叩いてた頃の俺。ちなみにまだ下手くそやねこの時は俺ダルシム。ちょっと待って、みんな集中して。この俺がボンちゃんと戦ってる5の、俺の5の頃の貴重な対戦動画。結構頑張ってんねやぞ、ほら結構頑張ってんだぞ俺。ほら見た今の昇竜釣り。ちゃんと俺考えながらもうゲームやってるからねこの頃は。もうこのね持続中すらがマジ強かったんだよな、投げの後の。うますぎコパ対空。はいはい、そう昔はねこの2中 P じゃ2大 P2 大 P って当たってたんだよ。勝てるぞ俺、俺勝てるぞ、頑張れ俺、勝てるぞあのボンちゃんに。サガットのボンちゃんに勝てるぞ。まずい、うわーシビー。わかる、俺がなんでスト6で投げをしちゃうかわかる。こういうこっから来てんだよ。やばい、頑張れ俺、いい対空、いい対空、コバ対空。伸ばすでもね強いんだよな、こうやって普通に投げる、様子見、ドリル当てる、ガード、いいガード、いいガード、いいよ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 、あの頃の俺いいよ。来た、距離、あー OD タイガーアッパ、アイチェイスラ、おい勝ってく、俺勝ってんだよ俺ボンちゃんに5の頃。すげえだろ、強すぎこのテレポ。意味が分かんない。テレポ強すぎ、大パン重ねれるの最強だろマジで。あんな低空で大パンバコンとか言ってコパで落として、プラスプラス、ボンちゃんどれぐらい、世界53位、俺世界3000位。ここのうろうろマジやばい。ボンちゃんバックステ、うわーバックステ狩り、はい投げ、懐かしいマジで、やりてー、この頃の強えダルシム使いてー。はい釣っていく、うまい。この大パンの重ねマジ強すぎだろ。なんで俺投げないんだ今思うと、マジ俺の行動ビビりすぎやな。なんでここも投げいかないんだ。来た、はい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 、あー重なってないです。勝てるぞ、でもラウンド取れるぞ、頑張れ俺。落ち着け俺、落ち着け落ち着け、伸ばせ、手を伸ばせ、手を伸ばせバカ、弾打って手伸ばせバカ、焦んな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 って、手伸ばせ頼むから。あの頃の俺まだ浅いな、この頃の俺は浅すぎるわ。待って待って待って、
やばい、梅ちゃんと戦ってる動画出てきた。豪気なんだけど、梅さん。しかも俺一番強い時期、これみんな見て、1014位。俺アリケンセカンドでここまでランクってか、ランクも回してたんだな。これもパソコン版の俺やね。多分もう YouTube 始めてるはず。梅さん豪気とかレアじゃね、めっちゃ。なんかクソレアい時に当たってんな俺。強すぎる豪気。うまい。クソうまいんだけど俺。ああー、ヨガオッケー。おお、よくガードした。偉すぎ、今のガードしてんの偉すぎ。豪気が強え。明日豪気来るけど、5の豪気強え。あるある、おる。うわー、惜しい。投げろよお前、投げ全然使ってねえなこの頃ね。この時代でも上でフラフラしてるんだな、フロートで。そう、ダイパンフレームから後ろ最速テレポでゲイルが当たってたんだよ。うまい今の。うわー、対空が強すぎ、ゴキ強すぎ、ゴキ。そう、昔はね、この強化したら弱竜巻から波動が入る頃なんだよ。でもこのコアコパ OD が入って、こっからこういう風にいけるのがめっちゃ強かったんだよな。最大は、はい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 、あ、減る。やばい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 、ガードしろガードしろ。おい、そのダイパンもね、結構上の方に判定があったからね、空中でもいっぱい触れたんだけどな。うますぎうますぎ。うわバカ、何やってんだよ。リバ投げられるんだよねこの時代。うわ負けた。あ、何してる、何やってんねん俺。てかようやったよな5。何もかっこよくなくない？必殺技、あのでかい球飛ばすだけだったんだぜ昔。まあとりあえず俺は明日の、まあ明日はアップデート直後絶対やるって決めてる一応。